前回の復習になるのだけれど、すくで始まる単語は削る、引っかく、薄いというイメージの語が数多く見られるのだ。スクライブ、書くも元は粘土板を引っかくように書くだったのかもしれないのだ。スクリプトは文字通り書かれたものなので、放送や演劇、演説などの台本、脚本という意味なのだ。スクリプトライターといえば脚本家のことなのだ。この単語が発展したスクリプチャーは聖典という意味で、ザ・スクリプチャーズといえば聖書を表すのだ。イは何かより時間的に前なので、プリスクライブっていうのは何かの前に書く。え、この単語の場合は薬を出す前に書くから処方するとなったのだ。名詞形はあ、プリスクリプションを何々で何々の処方箋の形で用いるのだ。